どうも、エンキッズのノボです、東京ゲームショー2023にやってきました。いやー、すごい熱気ですよ。もう今回ちょっとですね、ちょっと今週お越しいただく、行こうかなって迷ってる方のためにちょっと情報をチラ見せということで、速報バージョンとしてお送りしたいと思います。行ってみよう。こちらに見えるのが、スクエニブースです。出ました。さあ、新作違うな、自分も それだけ、あ、すいません。ちょっとじゃあマップありますね。マップ見てみましょう。よりも強大な存在となりつつ、私はこのタイトルたちをピックアップしてますね。時を遡る、せっかくなんでちょっと端から全部見ていきたいと思います。行ってみましょう。これが、F14 ですね。オンラインのブースです。うわ、これすごいな。どれぐらいかかったんだろうこれ。FF14 はですね、奥で私有の方もできるみたいですね。いや、大人気。はい、続いてのブロックがホームスターズですね。いや、ネオンがね、可愛いですけども、これがなんか4対4でこう泡を打ち合って戦うゲームなんですけど、こちらで私有もできるみたいですけど、私有席もちょっとおしゃれに作られてますね、泡っぽく。なんか泡がすごい綺麗で、なんかグラフィック的にもちょっとね期待してる作品ではあるんですけど、続いてのブロックがドラゴンクエストモンスターズ3ですね。いやー、これやっぱ体験版出てますよ皆さん。もう僕20時間ぐらいやりましたけども、キングスライムもあるし、もうね、ちょっと作るの大変なんだから。これ UFO キャッチャーですよ。ちょっとこれなんかメディア用らしいんで、多分取れやすくなってると思うんですよ。まずはスライムでしょ。あ、おい接待しろよ。メディア用だろ。おし、来た、来た、あー、ちょっと取れるようにしとけって。じゃあ、じゃあ、じゃあ、やったー、取れました。こんなにやった。ちょっと獣系ばっかぶりましたよ。なんか会場でもらえる、なんだろう、モンスター名刺みたいな。こうなってる方に言えばこうもらえるんです。はい。あげます。何種類ぐらいある？それはね、秘密です。しかも、もしかしたら、はい、中にレアなカードが入ってる。うわぁ、のっぺんやぎ見せる。絶対欲しい。続いてのブロックが、大の大冒険ですね。こちらもね、私有できるようになってるみたいで、あ、パネルもアバンスなしみたいのもね、できるわけですよ。そして次のブロックがスターオーシャンですね。あー、すごい、タコ作展示しておりますよ。そうで、これドットなんですよ。やっぱね、ドットで遊びたくなる時あるんですよ。これは嬉しいですね。スターオーシャンも、あ、私有ありますね、プレイできますね。そして最後が、これも僕個人的に目玉ですね、今回の FF7 リバースですよ。いやー、すげー。やっぱ私有の列もね、すごいですよ。うわ、バイクかっけー。さあ、展示品もいろいろありますね。うわー、ミニフィギュア、うわー、片欲ですよ、片方しかありませんよ。これ発
シュミスじゃないですよ、こうなんですよ。2つモードあるみたいですね。ちょっと待って、セフィロス使えるっぽいんだけど、ちょっとじゃあ上から回想シーンです。回想シーンでしか見れないこのティファの衣装か、ちょっとじっくり見ていいですか。あ、すごい連携技ある。クラウドとセフィロスの連携技、あーここでここからって時にいつも終わりになる。あー、バトルギミックも面白いですね。原作ですらただでさえ広かったのに、それがあのリアルなグラフィックになってるから、本当もう隅から隅まで探索したくなるマップになってますね。さあ、ということで速報ということで見てきましたけども、いやこれ1日じゃ見切れないわ。いやー、ということで23日佐賀のステージがね、こちらのメインステージでありますので、僕もねそちらちょっとお邪魔させていただきますので、ぜひ遊びに来てください。ということで、待ってる。